今日はダイビングウォータープルーフケースということで、シェルボックスという会社が出しているこういった潜水用の防水ケースの紹介していきたいと思います。このようなパッケージです。で、15メーターまで潜れるっていう企画になってるみたいですね。で、一応このダイビングウォータープルーフケースがセカンドジェネレーションということで、まあ、この一つ前の企画があるらしいんですけど、ちょっとそちらを使用したことがないので、まあ、今回このセカンドジェネレーションの方の紹介をしていければと思います。で、まず中身なんですけど、こういった本体ですね。ここに物理ボタンありまして、押せる仕組みになってます。まあ、カメラの使い方のような感じですね。で、裏面がこんな感じですね。ここがちょっと凹凸があって、反対向きから持つとグリップ機能があるので結構握りやすい、手にフィットする感じがありますね。で、ここがカメラが、スマホのカメラが出てくるところになりますね。この素材は結構柔らかい感じで、まあ、画面触れるようにきっと柔らかい素材にされていて、後ろ側は結構音がコンコンって鳴るような感じで、まあ、少しハードな素材使われているみたいですね。で、これはこういうふうにロックする場所が6箇所、左右2箇所、上下で2箇所ずつ、計6箇所ついてます。これロック外すのが手だとものすごい硬いんで、付属品で入っているこのロックを外す、こんな風にして噛ませて、テコの原理でこう上に開けるっていうのを使った方が、まあ、手には優しいかなと思います。で、一旦外して、まあ、結構密閉されてる感じなんで力強く開けると開いてきます。で、どんな原理で作られてるのかってとこなんですけど、これシャッターボタンを押すとスマホの物理ボタン、カメラ機能を使っている時にはシャッターボタンのシャッターボタンが物理キーで、音量を下げるボタンを使うと結構カメラのシャッター切れますっていう機能が大体の携帯にあると思うんですけど、まあ、そういったところをこの物理ボタンが動くことによって、ここですね、ここが下がります。下がって、まあ、反対側も動いてるんですけど、下がることでここの物理ボタンを押すというような仕組みになってます。まあ、チャッチ仕組みなんですけど。で、あとはこれを携帯が物理ボタンに押しやすくするために、こうやってだいぶグラグラ動いちゃうぐらいかなり大きいサイズになってますので、これをそれぞれのスマホに合わせてサイズを合わせるように、変えられる、調整できるようになってます。で、それがここにロック解除のボタンがあるんですけど、これをやるとバチンっていう感じで、今見えましたかね、このバネ方式になってここのストッパーが稼働します。で、これロックかけとくと、黄色いのスライドするとロックになるんですけど、ロックかけると止まります。なので携帯を固定するときにはここは可動性にしておいて、これを下げた状態でスマホを入れて、で、パチッと止めておけば、もうほとんど上下には動かないような状況になります。で、こっち左右に動いてしまう分は、ここの横にあるストッパーを、これがバチ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 っていう感じで、こっちはバチじゃないんですけど、こういうふうに動くのを固定すると、基本的にはここでもうほとんど動かないようになります。で、あとは蓋してストッパーかけて使用するって感じですね。
これストッパーかけるときの上下微妙にここ違いがあるのでストッパーがしっかり効くようにこっち面だと合うんですけど反対側につけると微妙にこの部分が合わなくなっちゃうのでここ注意してください。ここをそれぞれのストッパーをちょっとずつ締めていって、これ結構力入れます。まあ、力がいるっていうのは裏返しで言うとそれだけ気密性を高くしているっていうことだと思うので、まあ安心感の材料にはなるかなと思いますね。で、もともと私 Google Pixel 4a 使ってるんですけど、スマホサイズがこの大きさに対してケースこの大きさなので相当でかいです。ずっしりしてますね。で、後ろから見るとこのレンズ部分がまあ見えてくるような感じになるんですけど、で、じゃあどのように使うかってとこです。ここまあスマホをタッチしたりすると電源が入るように設定している機種であれば画面タッチして起動することできます。で、Google Pixel 4a に関してまずもう初めに言っておくと、このダイビングウォータープルーフケースは、正直使えないですその使えない理由として先ほど言った物理ボタンを、音量下げるボタンに、ここを押すとここが下がって当たるように設計されているんですけど、ピクセルは Google ピクセルのスマホに関しては音量ボタンが本体の中央、それに対して電源ボタンが本体の上側についているので、物理ボタンを押すことによって電源ボタンに干渉します。なのでシャッターを押すと電源が入ります。はい、つまり何が言いたいかというと、シャッターを押しても音量下げるボタンを押せないので、水中の中で物理ボタンを押しても写真が撮れません。はい。で、ただ、使えないけれども使い方次第では使えるようになると思います。っていうのも、まあこの音量ボタンは Google Pixel に関しては早く2回押すとカメラの起動になるので、まあこれでカメラを起動させて陸上で動画に画面を変えておいて、動画をもう水中に入る前に再生した状態で水中に入っていけば、ある意味ここのボタンが干渉してこないので常に動画を回したまんま水中の中の動画撮影っていうものができますので、そういった部分ではメリットがあるかもしれないです。結構軽い安っぽいスマホの防水ケースとか使っていると、なんかこうギューって水中に入っていくとこうパックが圧迫されて、なんかすぐ撮影ボタンが押されて撮影解除されちゃったりとか、なんか連射してたりとか、なんかそういったような不具合生じるケースもあるんですけど、これに関しては多分そういったことは触って起動しないっていう、水中で触って起動しないっていうことなので、まあ、そういった不具合は起きないので、一回、まあ、写真は撮れないんですけど、動画は回したまんま水中で撮影することが可能です。で、他の音量ボタンに対して電源ボタンの配置ではない、電源ボタン、音量ボタンの配置、もしくは電源ボタンが上にあったりとか、別の位置に位置しているものに関しては、通常通り音量下げるボタンのところに先ほどのバーが当たるように上下関係を調整して使えば、撮影の方がスムーズにできるかと思いますので、そういった意味では他の機種に関してはそういったスマホの、物理ボタンの配置によっては、ものすごく便利に使えるかもしれないです。
あとこの辺で他何入ってるかっていうと、まあこういうトラップですね。こんな感じのストラップついてますんで、まあ結構頑丈な作りになってますね。これをここのところに通して使うことで、まあ手にこうやって止めた状態でスマホケースを持っていられるので、まあ、水中で撮影したりとか、まあ、水中以外で例えば水海岸で遊んだりとか砂浜で遊んだりとか、そういった時にも落とす心配はないので安心感はあるかなと思います。結構しっかりしてます。多分そう、うん、これをちぎれる人間は多分いないんじゃないかってぐらいしっかりした作りになってますね。他にもまあちょっと画面拭いたりするクリーナーついてたりとか、まあ、こういったものついたりするんですけど、これ多分このスマホの音量ボタンのところを調整するために多分当てるような貼るためのパッドなのかなって思いますが、ちょっとあんまりよくわかんないです。僕は使ってないです。Google Pixel の場合、スタートボタン、起動ボタンを素早く2回押すとカメラ起動しますので、そのあたりの操作性も問題なくできています。ちなみにカメラ起動して撮影や画面切り替えも可能です。これが水中でできるか確認していきます。この辺の物理ボタンでの起動は問題なくできます。あとは水中で画面が触れるか、取り出した状態だと動きますので、取り出した状態で動画撮影したまま沈めます。すれば中で動いたままではありますね。ただ途中で停止をしたりとかズームを変更したりとかっていうのは難しそうですね。総括しますと割り切って使うものであれば個人的にはありかと思います。っていうのも、水中撮影用のカメラや防水機能のついたカメラっていうのは結構単品で買うと値段が高いです。2万円3万円とかしますので、それに対してこのケースっていうのは私買った時の金額で4800円、楽天で買って4800円だったんですけど、まあこれで防水機能に関しては結構信頼はできるのかなと。30分の浸水試験やったんですけど、30分ぐらいであれば全く問題なく使えていますので、中に一滴も水入ることなく使えていましたので、新たに新しいカメラを買うっていうのに比べたらよっぽど
4800円ぐらいであれば、まあ、安く済むかなと思います。ただ、デメリットとしては、私が持っているこの Google Pixel のスマホに関して言うと、水中の中で、写真が撮れないっていうのは最大のデメリットだと思います。水中で画面触れないので、物理ボタンが音量キーのところに、音量ボタンのところに干渉しないので、まあ、そこはもう諦めて、ただ他のスマホに関してはそういったデメリットっていうのは機種によってはないと思いますので、物理ボタンを使って撮影できますので、そういったところは水中、スマホを使ってそれを水中カメラとして、用いるっていうのにも全然使えるものかなというふうには思います。でただ Google Pixel じゃ全く使えないのかっていうと、そうではなく、用途によって、特に水中であれば、動画を撮影するっていうことに重きを置くのであれば、水上にいる状態でまずカメラ起動して動画選択しておいて、撮影スタートした状態で水中に潜れば、水中の動画も全く問題なく撮ることができますので、で水上に上がってきてから停止を押すですとか、まあ、水中にいる間に、物理ボタンを押すことによってそこで動画を終了させることっていうのはもちろんできますの で、あとは水中で使うっていう方がどれだけいるかっていうところですね。いわゆるこう防水機能として使いたいっていうことであれば、例えば海の上でのアクティビティ、例えばサップやったりとかカヌーやったりとか、そういう時にも写真を撮りたい、でもカメラを買うのは高いっていう時には、これ1台持っているだけで、水上だったら全く問題なく物理キー以外に画面のタッチも効きますので、静止画の写真撮影もできますし、動画の撮影もできますし、防水機能に関しては全く問題ないレベルなので、水がたくさんかかるような環境下においても安心して、写真撮影動画撮影することができますので、いいかと思います。あと個人的に一ついいなと思うのは、その1000円ぐらいの安い袋タイプのような、防水の、スマホケースに比べると、結構この後面のところの作りがハードになっているので、なんかここでこうシワができたりとか、そういったことによるピンボケっていうのは多分少ないんじゃないかなというふうに思います。そういったところからも、まあ、1000円ぐらいのものをもちろん使うっていうのも選択肢としてはありだと思うんですけれども、もう少し安心感が欲しかったりとかっていう上では、まあ、だいぶ物は大きくなってしまって、結構ずっしりと重量感は出てしまうんですけれども、こういった今回紹介させていただいたダイビングウォータープルーフケースっていうシェルボックスさんが出しているようなものを使うっていうのも選択肢としては一つありかなというふうには思いました。今回あくまでも、まあ、自宅の浴槽での、実験なので、これが実際海だったらどうなのか、まあ、プールとかだったらどうなのかっていうところは、もし後日撮影とかができれば追って、ご紹介できればいいかなとは思います。もし今これを購入で今悩んでる方がいましたら、まあ買ってみてもいいのかなとは個人的には思うものです。まあ用途を見極めて、水中で写真撮りたい、動画撮りたい、水中にはなかなか入らないけど水辺で、まあ、安心した、防水機能のついてないスマホを安心して、防水スマホとして使いたいっていう時には、まあ、4800円払う価値は個人的にはあるかとは思います。あと使ってみての耐久性や、まあ、細かいところとかもしあれば、また追加で動画の方をアップできればと思いますので、期待していてください。じゃあ今日はダイビングウォータープルーフケース、シェルボックスさんが出しているセカンドジェネレーションについての紹介でした。それではまた。